はいどうもゆきです。今回はパワプロくんポケット13とかいうガチの名作という2ちゃんのスレを見ていきたいと思います。パワポケ13皆さんプレイしたことありますか？13で一番好きなポイントぜひ皆さんコメントで教えてください。やっぱり僕はねもうザ定番になってしまいますけど、逆襲の時のあの時の試合展開というか試合前の2人の会話が大好きですね。好き。13のストーリー好き。13のストーリーは王道すぎて本家でよくねしとしか。逆に彼女ルートは悪い意味でパワポケ末期。あー王道すぎるから逆に嫌っていうのもあるのか。王道すぎるのかな。怪我して薬の力、薬っていうかうまいこと檜垣先生にやってもらって立ち直ってっていう感じで、まあ、彼女ルートは確かにパンパンばっかしてたな。パワポケらしいな。だいぶパコパコしてたな。13って何やったっけ？文庫のやつ？そうそれ。ストーリーも彼女もいい。みんな可愛かったよね、13も。10と13は当たりしかいませんでしたね、ムーミン以外は。逆襲の時とかいうガチの名曲。トゥ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 って、あれいいっすよね、あれはめっちゃかっこいいんすわ。主人公が怪我治ってきてるとか言ってる状況で、Y の育成力じゃ能力値全然上がってない文庫がお似合いの選手にしかなってないの悲しくなる。わかる。超わかる、それは。なんかさ、怪我が完治したって言ってる割に、あれお前初期能力の方が高くなかったっていう、あれ感知ってなんだってなりますよね。ごめんっていう気持ちになります。あれ13の主人公は野球やらせたら大天才だし、性格も顔もめちゃくちゃいいしね。ずるいわ。しかも女にモテまくるしなこいつな。11表とかいうそびくそって何。でも11表はね、最後の展開はめっちゃいいんだよ。めっちゃいいんだよ、魔人うざいだけで。でもね、魔人もね、よくよく好感度上げて話してみると、あいつもいいやつなんだよ。裏は神ゲーだったけど、表はマジでゴミだったな。いや、違うんだよ。今、11のいろんな動画上げてるから見てくれ。結構ね、愛ちゃんと水木さんと土田さんの実は隠された関係とか、あそこら辺はね、実は公認でいろんな関係があるんですよね。そことかも動画上げたから見てほしい。12の方がもっとクソやろ。12も12でいいんだけどな。11、野球をやってるが主人公の全く絡まんところでわけのわからん話が繰り広げられとる。追加イベントとか買うと特にな。あって、なやこれってなりますよね。12、主人公がちゃんと話の中心にいるけど野球やってない。うん、そうね、オンラインゲームだったからね。野球やってませんね。オンラインゲームしてただけですね、あれ。どっちがマシやろ。まあ、どっちがマシかって言われたらどっちもどっちだな。裏でいろいろやってるのいつものパワポケやろ。無視して野球だけやっててもそれなりにクリアできるようになってるし。関わらないでもクリアできるけど、関わんないと結構話薄くなるんだよな。ちょっと薄くなるな。11は特に顕著やな。11は主人公がほとんど裏社会に絡まないくせに裏社会の話が多すぎる。置いてけぼりになっちゃうんだよね、主人公とプレイヤーが。8は両方やってて表サクセス、シナリオとしては1、2を争う。なお、裏サクセスっていうかね。もうただ穴掘ってるだけですからね。8はね、表サクセスも結構操作面が悪い部分があるんで、8の操作性がもう改善されたリメイク作品が出たら、もうめちゃくちゃ神作品になると思いますね。主人公かっけえし。11を一番やり込んだわ。子さんが喜ぶ展開多いのに評価低い理由がわからん。じゃあ、子さんは喜ぶ。特に2やってた人とか、5やってた人、特に2ですね。パワポケ2やってた人はめちゃくちゃ面白いから、逆にワンチャン今、パワポケ R やった人が遊んだらすげえ面白いとは思ってる。一周回って今11やってほしいかもしらん、パワポケ R やった人は。裏社会抜きにしても、野々村、古沢、水木、狩村とか出てきたの結構嬉しかった。まあでも、野々村さんぶっ倒れるし、狩村殺されるし、水木さんはなんか複雑な家庭事情になってるし、古沢さんは試合さ、あの人さ、あの古沢さん監督評価高いとさ、こっちが采配していいよって選手交代とか任せるよ勇気っていう風に主人公に言ってくれるんですけど、まさかの最終試合直前に、最終試合2個前か、ラストの2つの試合の時だけなんか自信を取り戻してね、俺が采配するわって言って選ばせてくれないっていう。俺は天道パワーアップバージョンに常に投げさせたいんや、勝手に変えるなっていう。11、12の最低コンビパワーポタに潰される。2つが合わさって自滅。
同じ時期にね、その DS パワポケが出ていた時期にパワポタも展開されていたんですよ。 PSP のパワポタと DS のパワポケっていう感じで、で、もともと家庭機のパワプロと携帯機のパワポケっていう住み分けができていたから、パワポケにもやっぱお客さんが集まったんですけど、そこがね、パワプロが携帯機でできるようになってしまったっていうところで一個、じゃあパワポケとしてのメリットを失ってしまったんですよね。じゃあなんでパワポケやるのってなった時に、その理由が薄くなってしまって、やっぱりパワポケじゃないと無理っていうのがね、なくなってしまったんですよね、周りから見ると。まあ本当はパワポケ遊んでる身としてはわかるんですけど、まあ独特なストーリーとか裏サクセスのシステムとかいっぱいいいところはあったんですけど、初見の人から見たら、プロ野球ゲームならパワプロでよくね、ああパワプロ携帯機で遊んでるんだ、遊べるんだ、パワポケ何それ、パワプロでいいでしょってなっちゃったんですよね。正直そこの住み分けが難しかったです。ヤンス系が相棒じゃなくライバルなの珍しい。珍しいっていうかないっすよね、こんな展開。なんでお前敵にいるのって思いましたもん。マンネリ化の影響で12以降ポジ変わっとるけどな。12は空気、13は対戦相手、14は家族やな。12は空気って言うなお前。まあでも速攻食われたからな。逆に12空気だった分、13ではモッチー活躍したり、なんならパワプロアプリにも出てきましたからね。です、ちょっと素敵な展開がいっぱい見れたんで、モッチーはまあまあまあいいんじゃないでしょうか。14は家族になったのが一番驚きましたけどな。あ、そう、これね、最初に見た時にびっくらこきました。え、何この能力、え、もう完成してるやん、こいつこいつこのまま甲子園出れるやんって思いましたよね。天才型引いたなっていう感じで。でもさ、いや、でも実際この、これだけの能力あったら、これだけの能力あったら別に最後までやれるな。高校1年生でこれって、しかも4月1週目でこれだったでしょ。高校入学したてでこれって改めて見ると、ほんとこの主人公化け物だな。普通に野球の天才だったんだろうな。で、これと同等の実力持ってた雨崎もすげえよな、1年生から。慣れてこないと育成終了時より開始時の方が強い、みたいなことになるのひどい。すいません、僕もそうなっておりました。なんなら僕の動画すべてそうかもしれません。僕下手なんでね。まあでもパワポケは下手でも楽しめる。パワポケは多分野球ゲーム下手とかプロ野球を知らないっていう人たちでも、独特なシナリオとか彼女ルートとか、まあちょっと賛否両論ありますけど、超能力系とかの、まあ、そこら辺のね、ぶっ飛んだお話っていうところがあるおかげで、プロ野球とか野球自体がそこまで好きじゃないとか興味ないっていう方でも楽しめる携帯ゲームの野球ゲームの一種だと思いますので、はい、スポーツゲームなんかやってみたいなとか、でもプロ野球とかプロサッカーとかあんまり興味ないんだよな、なんかいいのないかなっていうのを探してる方は、ぜひゲームボーイアドバンスや DS、 そしてスイッチのパワポケ R などプレイしてみてください。ワンチャン新しい世界が開けると思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。